皆さんこんにちは、世界不動産です。世界不動産やってみたシリーズということで、事業再構築補助金も申請をしております。で、まあ、私の方ではホテル事業、まあ、旅館業ですね、新たに行うということで申請をしておるんですけれども、2月14日より以前のものは認められませんが、2月15日以降のものに関しては4月15から4月30日の補助金の申請にですね、事前着手ということで事前の申請をしておくことで、2月15日以降の補助対象経費が認められるというふうなものがあるんです。で、そちらを申請したところ、4月8日に事前着手の事業再構築補助金の申請を行いまして、4月15日こちらのような形でですね、認められたということで、その認定のメールが来ました。4月8日に出して15日ですので、まあ、ちょうど1週間ぐらいですね、1週間で届いたということで、事業再構築補助金の事務局の皆様、パソナさんとかも受託されてるということですけれども、本当に皆様どうもありがとうございます。まあ、事前着手の申請が認められたんですが、メールにはまあこのような形でですね、注意書きもございまして、まあ、決して事前着手の申請が認められたからといって補助金自体が採択されたわけではないということが、くれぐれも誤解のないようにということと、あとは事前着手が認められたとしても補助対象経費については、しっかりと事業再構築補助金のその本申請と申しますか、もう実際の申請ですねを行った中で、補助対象経費はしっかりと確認をしますので、認められるということを保証するわけではないよということが重ねて記載しておりました。また2月14日以前の経費に関しては、そもそも補助金のその対象の期間外ということで一切認められないということも記載がされておりました。まもなく4月30日をもって第1回目の事業再構築補助金公募申請が締め切られますけれども、ぜひですね、申請チャレンジを行っていただきたいなというふうに思います。本日はですね、まず速報というような形ではありますが、事前着手の認定が、まあ、どのようなメールが来たかということをシェアさせていただきました。また本補助金につきましてもそうですし、それ以外の有益な情報等を配信してまいりますので、ぜひご覧になっていただければなというふうに思います。またチャンネル登録や高評価、バッドの方もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございます。